はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。月読み自然農園のたかしです。本日はごぼうの種をまいています。種は滝野川ごぼうという種をまいています。約5センチ間隔ぐらいで種をまいてます。で、最終的には10センチ間隔ぐらいに間引いてしてきます。このように足で踏み固めて巻き筋をつけています。続いて人参の種をまいていきたいと思います。品種は坂田さんの味わい五寸人参です。種袋の裏を見ると3月の上旬がちょうど巻き時となっています。約1センチ2センチぐらいの間隔で種をまいています。今回は覆土はせず、じょうろの水の勢いだけで土がかぶるようにしています。たっぷりと水をあげて、発芽するまでこまめに水やりをするようにします。